この西の草原にブラッディホーンブルの群れが住み着いてて、サイくらいの大きさで気性も荒くてと。こえあの辺にいるな。え、どこ。うわ、じゃあ俺とスイは気づかれないようにここで待ってるから。うん、その方が早い。行ってくるぞ。ガレジ、フェルおじちゃんは。大きな牛さんを倒しに行ったよ。スイはここで俺と待っている。古いスイムおじさん倒した。やだやだ、スイムおじさん。ほら、早っ。行ってしまった。あれ、二人は。お主、何をやっとる。主、大きい牛さん倒したよ。最初はね、フェルおじちゃんがバッてやったら風が浮いてね、それでも倒れなかった牛さんをスイがビュービューしてね。スイもなかなかいい動きをしておったぞ。しかし群れとはいえすごい数だな。アイテムボックスに入るかな。